クレヨン・しんちゃん嵐を呼ぶ。オラと宇宙のプリンセスは、2012年4月14日、公開の、クレヨン・しんちゃん劇場映画シリーズ第20作目。キャッチコピーは、さよなら、ひまわり、おばか、時々、兄宇宙も揺るがす、5歳の決断。監督は、前作同様、マスイ・一が担当。上映時間111分で、これは、シリーズ最長となる。 第5作目以来、野原家の長女ひまわりを探しに行く作品である。また劇場版シリーズで初めて宇宙が舞台になった作品でもある。ひまわりをお世話するひまわり星のイケメンでイクメン軍団に、ココリコ、土立てる藤井隆の4名がゲスト声優として参加する。また、フリーアナウンサーの羽鳥慎一がひまわり星のアナウンサー。 ハトりしんとして参加する。主題歌は渡り廊下走りたいななが担当している。この作品以降、吉永みどり役が、寺田春日、野原銀之助役は蝶が担当。劇中しんのすけが、宇宙の空間ゲートに入った時に見た夢に、過去19作品に登場したヒロインたち、総勢17名、桜みみこ、ルルルルル、ふぶきまる、リングスノーストーム。 トッペママペット、東松山ヨネ、ね、お色気、け、いぶすき、こがけ、カスガレン、あまぎ、つばジャクリーンフィーニー、またたみ、ビクトリア、金ユータミコ、すののレモンが登場している。また、ヒロシの夢には、赤ちゃんの名前が決まったぞのリメイクされた、紙飛行機対決の回想シーンが挿入され、ひまわりが嫁に行くまでの未来のヒロシが登場する。 全国330スクリーンで公開され、2012年4月14、15日の初日2日間で、公衆1億9、531万を600円、動員17万4672人となり、映画観客動員ランキングで初登場第4位となった。最終興行成績は、第7作目以来の10億円割れとなった。ある日のこと、新之助は、 昼食のデザートにとプリンを食べようとしていたが、妹のひまわりが狙っていたので遠ざけつつ追い払う。ミサエから、お兄ちゃんなんだからあげなさい。と言われるも、しんのすけはほんの少ししか与えず、ひまわりは、しんのすけの目を盗んで、残りのプリンを食べてしまう。しんのすけはその仕返しにと、ひまわりのおやつの卵ボールを一つも残らず、食べてしまうが、ミサエに叱られた上に、 ひろしからもとがめられてしまい、怒った新之助は思わず、お兄ちゃんなんてやめてやる。おら、妹なんかいらない。ひまわりなんかいらないぞ。と吐き捨て、家を飛び出してしまった。すると新之助の目の前に突然、謎の二人組がやってくる。妹を預かると話す彼らは、ひまわりを渡すことに同意する。契約書を新之助に渡し、新之助がそこにサインをすると、 野原一家は上空にいた UFO に連れ去られてしまう。新之助たちは地球の兄弟星、ひまわり星に到着し、そこで宇宙の平和のために、ひまわりがこの星の姫にならなければいけないと知らされる。果たしてひまわりは、ひまわり星の姫として、星に残るのか、それとも、野原一家の下で暮らすのか。野原一家の行く末はいかに。本作のオリジナルキャラクター。 キャラクターの名前はすべて太陽系の惑星から取られている。映画クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ。オラと宇宙のプリンセスシネマトレイそのうち、イブスキとゴショガケは第25作、襲来。宇宙人シリリでもセリフ付きで登場している。1996年10月18日放送。脚本を担当した中ヒロコは本作で脚本協力としてクレジットされている。 名探偵、コナン初週6億超えのヒットスタート。強敵、バトルシップ、シンちゃんをさえナンバー1、シネマトゥデイ2012年4月17日、相川きにや、うつみみどり夫妻の愛称にもかかっている。元渋が期待の元木雅宏ともかかっている。クレヨンしんちゃん DVD 情報ページクレヨンしんちゃん、嵐を呼ぶ。オラと宇宙のプリンセス。ありがとうございます。